今回ご紹介するのはバドミントン選手の宮崎智香さんです。宮崎さんは2006年8月17日生まれです。大阪府大阪市出身で、身長163センチ、体重49キロ、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 A から B カップと思われます。宮崎さんは、高校1年生の時に世界ジュニアバドミントン選手権大会で優勝を果たした逸材です。また、ルックスもよく高校生でありながら、1日警察署長を務めるほど人気のある美人バドミントン選手でもあります。宮崎さんの顔立ちは、小顔でまん丸の大きな目にすっきりとした高い鼻、ふっくらとした口元が印象的であり、童顔であどけなさが残る美少女と言えるでしょう。またプレー中は引き締まった表情ですが、勝利後の屈託のない笑顔は可愛いと評判です。可愛いルックスだけではなく、身長も高い宮崎さんはスレンダーでスタイルも抜群です。そして透き通るような美肌は女性としての魅力が高まりますね。素早いフットワークが持ち味の宮崎さんはカモシカのような足であり、モデル並みの美脚です。また足を大きく開いた時、ミニスカタイプのユニフォームから見えるスパッツはドキッとする男性ファンも多いでしょう。宮崎さんは小ぶりな胸ではありますが、発育途中であることを考えるとこれから大きくなるかもしれませんね。宮崎さんは6歳からバドミントンを始め、全国でも強豪クラブの一つであるウリワリ西 SSC に入団しています。そして全国小学生バドミントン選手権大会ではシングルス3位入賞を果たしました。中学校は親元を離れて山口県にあるバドミントンの名門校、柳井市立柳井中学校に進学しました。そこでも着実に実力を身につけた宮崎さんは3年生の時、全国中学校バドミントン大会女子シングルスで優勝を飾りました。その後はバドミントンの名門校である柳井市立柳井商工高等学校に進学され、1年生の時に出場した世界ジュニアバドミントン選手権大会女子シングルスで優勝する快挙を果たし、一躍バドミントン界の新星として注目されるようになりました。現在は高校生のシングルスの大会を2年生ながら連覇するだけではなく、世界のジュニア大会でも活躍し、日本バドミントン B 代表にも選ばれています。宮崎さんは SNS のアカウントは持っていないようですが、 TikTok で検索するとキュートな姿が見られるため、気になる方はぜひチェックしてみてください。宮崎智香さんの今後の活躍にも期待していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。